初代、柳谷ゴ太郎10月20日から1955年2月8日は、日本の落語家。本名、北村一衛。東京市本塾の生まれ。大阪で、義太夫がたりとなり、竹本古志太夫と名乗る。その後帰教し、初代、柳谷三五郎門下で、柳谷ゴ太氏と名乗る。由来かどうかは不明だが、大阪弁ではやんちゃな人を、ゴ太と呼ぶ。大正末期に、 柳谷タ太郎と改名。1927年2月、新内昇進。1939年、東方名人会に所属し、師匠譲りのナンセンスな新作落語で売り出す。スキンヘッドに、キョロメという要望を、ニコニコしながら、ええー、これが終わりますと、あとは掃除である。掃除は面白くないのであります。私を見て、日蓮商人の再来と見えますが、 この柳屋ゴン太郎も一個のアーチストであると言ったような快略味あふれる傾向を吐き、客席を爆笑の渦に巻き込んだ。その人気は、師匠、三五郎、兄弟弟子、柳屋金五郎、七代目、林家昭三をしのぎ、爆笑王と呼ばれた三代目、三遊亭歌唱と双壁をなすほどだった。さらに、三代目、三遊亭金馬と並んで、東方の看板落語家となる。 猫と金魚は漫画野落語の作者、田川水宝による新作落語でゴン太郎の十八番となりレコード化された。猫と金魚はその後も八代目立花や演像や髪型の落語家などによって演じられ古典落語と化している。他にも猫と電車、自作の滑裂、崩り方教室、反対夫婦などが得意ネタ。自身の批判をした。 安藤鶴尾に決闘を申し込んだ。これは本当の殺し合いであり、結局安藤はゴン太郎に謝罪した。戦後も映画東京五人男に出演するなど人気を保っていたが、1950年、五に病魔に倒れ、失語症と記憶喪失症になる。時を同じくして、夫人との離婚訴訟が起こり、東方との専属契約も解除されるなど、公私ともに、 失意の日々が続いた。その後、幸いにして、別の女性と再婚し一死を設ける。病も、半は癒えて、日本芸術協会に客分として加入し、講座にも復帰。しかし、赤日の面影はなく、さらには再び言語がおぼつかなくなり、話の途中で突然絶句したり、時間をかなり余して、講座を降りたり、話の同じところをループしたりするなど、 講座での異常が目立つようになっていった。関係者の骨折りで、ラジオ放送に出演した際は、よれよれの軍服を着て、震える手でメモを見ながら、猫と金魚を演じるという無残なもので、もはや見られたものではなかったという。1955年1月17日、上野鈴本演芸場の講座を最後に、病の床につき、失意のうちに没した。辞世の歌は、 金魚にも希望あるらし蜂の注意しのごとくに行動している。墓所は浅草聖定寺。開名は法寺寺院新誉れ堂修古寺。ありがとうございます。